今シーズン徳島インディゴソックスに加入いたします。選手が入場いたします。皆様大きな拍手引き続きお願いいたします。それでは新入団選手をご紹介いたします。和田選手に、ご質問なんですけども、まず最初に名前発表された時に、劇団四季から来ましたと、言われた時にですね、会場からどよめきが出たんですが、率直にどう思われましたか。率直にやっぱり、嬉しかったですね。ミュージカル、というのを少しでも、知っていただけていたからこそ、そういう歓声が起きたのではないかと思います。なので率直に嬉しかったです。はい。でですね、野球と、ミュージカルの、架け橋になるということなんですが、ここで何か、ミュージカルのセリフかなんかちょっと言ってもらってもいいですか。ぜひいい声でお願いします。では発声練習をしてないのでちょっと声出ないと思いますが、オペラ座の怪人のファントムの怪人の歌を一瞬歌います。The Phantom of the Opera Soul、 私だ。ありがとうございます。それを受けて石井監督はどう思われますか。いい声ですよね。私も生で弾いたんで、使ってみたいですよね。徳島インディゴソックスではですね、試合前に選手がいろんなパフォーマンスをしてくれたりするという機会も多いですので、きっと見せてくれると思いますので、また歌声も聞かせてくれると思いますので、ぜひ皆さん球場にも足をお運びいただければと思います。さあ、では他にご質問ございましたらぜひ挙手お願いいたします。徳島市国放送の北尾と申します。よろしくお願いいたします。鎌田投手に伺います。背番号14番、これは徳島ではある意味重要な番号です。福永投手、そして伊藤投手と2年続けて NPB に入った投手がつけていた番号です。そのあたりを知っていたかどうかということと、それから今私がそういう話をしたということについて、球団からの期待の大きさ、今どのように感じているか、これを教えてください。この14番という背番号を、球団からいただいて、とても光栄だと思っています。それと、あまり緊張せずに、あまりそういうプレッシャーを感じずにしっかり試合で投げて、ファンの皆様や、スカウトの皆様に自分のアピールをしっかりと見てもらいたいと思います。川野君と立田君にお伺いします。先ほど社長からもあったように、久しぶりに徳島から複数選手が入団ということで、県民にこういったところを見てほしい、自分の、先ほどセールスポイントをおっしゃられたんですが、ここは誰にも負けないというようなところがあれば教えていただきたい。よろしくお願いします。僕はスライダーで三振を取れることが多いので、そこを見てほしいです。僕は、高校時代、剛速球というほど球速は出なかったのですが、ストレートに力があるというふうに、評価いただいたので、
バットをへし折るぐらいの、投球を見せられたらいいなと思っています。お願いします、大きな声で。高校時代一番頑張ったこと。野球です。野球でも自分が一番努力した、練習したこと。ブルペンで低めを意識してピッチングをしたことです。で、後ろの方からちょっと見覚えのある先輩たちがですね、プライベートですいません、チームで自己紹介からぜひ。たまたま通りすがった失礼ですけど。ちゃんと言ってください。伊藤卓です、チームインディゴソックスの既存のやっぱ選手がいる中で誰がこう面白かったかな、面白い選手聞きたいなと思って。あとちょっと元気がないんで元気よく答えていただきたいんでお願いします。誰に聞きたい。いやもう皆さんに一言ずついただきたいなと。皆さんに一言ずつ、はい、じゃあ先輩方のそのチームの印象とか選手の印象ということですね。そうですね、はい、はい、では先輩から元気よくとありましたので、じゃあ川野選手からいきましょうか。今までのチームに対してだったりとか、あと徳島インディゴソックスの先輩の選手に対しての印象だったりとかっていうのをぜひ、面白い選手誰ですかとかぜひ教えていただければ。まだ練習参加してないのでわからないんですが、これから知っていきたいです。では鎌田選手、初めはちょっと話しかけづらいオーラがあったんですけど、まあ一緒に、ここに1週間ぐらい一緒に練習して、だいぶ皆さんがフレンドリーなことをしてましたね。以上です。印象に残った先輩とかいらっしゃいますか。印象に残った先輩は、初めにここに来て話した先輩が瀬口さんだったので印象に残ってます。では続いて内村選手いかがでしょう。自分はこっちに来たときに初めて会ったのが伊藤卓さんだったので、初めて見たときは怖っと思ったんですけど、まあ遊びにも連れて行ってくれてアンダーシャツももらったのでとても感謝しています。よかったね、名前出てね。ありがとうございます、ね、はい、じゃあ続いて岸選手お願いいたします。二人いるんですけど、一人は唯一の同級生のセグルなんで、でもう一人一番大好きな先輩が瀬口さんなんで、しっかりついていこうと思います。なるほど、瀬口選手人気ですね。さあ続いては竹内選手いかがでしょうか。はい、まだそんなに練習参加してないので、まあ、分かんないこともあるんですけど、いや先輩の方々もみんな優しい方多いので、これからもっと仲良くしていけたらなと思います。あと最初スグル見たときは絶対に先輩だと思ったんですけど、1個下でちょっとびっくりしました。そうですね、そうですねって言うとちょっとおかしいんですけど、すみません、続いて福田選手お願いいたします。自分も岸選手と一緒なんですけど、瀬口さんとあの同じトートリーグでやらしてもらったあの久保さんが好きっす。はい、さあ続いて楠崎選手いかがでしょう。自分が一番最初に仲良くしてくれた人が瀬口さんと久保さんなので、瀬口さんはイケメンなんで、久保さんはイケメンなんで、その二人についていけるよう頑張ります。後藤選手いかがですか。僕も同級生の久保が最初仲良く喋ってくれたのですごい助かりました。で相変わらず伊藤卓には最初ずっと挨拶ばっかりしてずっと先輩だと思ったんですけど、最近やっと後輩だということが分かった。
っていう感じです。はばき選手いかがでしょう。自分はまだあまり練習に参加していなくて、まだ先輩のことはよくわからないんですけど、これから仲良くしていただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。さあ続いて一本選手お願いします。はい、自分は伊藤卓さんが結構インパクトが強いというか、最初本当に年上かなと思ったんですけど、さっきお会いしたんですけども、本当に面白くていい人だなと思いました。さあ続いて和田選手。はい、樽井さんの内に秘めたパワー、そして中台さんの笑顔、大好きです。はい、さあ続いては石本選手、はい、お願いします。練習に参加してみて、先輩方がみんな優しかったので、一緒に頑張っていけたらなと思います。はい、では安井選手いかがでしょう。愛媛との違いも含めてですね、感じたことを教えていただければ。そうですね、僕去年1年間愛媛でプレーしてて、インディゴの選手の年齢とか知ってるんですけど、僕23歳2個下の伊藤卓という選手がいるんですけど、2個下のはずやのに、会った初日から肩叩いてきて、おーでかいなみたいなこと言われて、仲良くやっていけるかちょっと心配なんですけど、頑張っていきたいと思います。さあ続いては深瀬選手いかがですか。みんないい人でよかったです。だんだん棒読み感がちょっと出てますけども、斉藤選手いかがでしょうか。自分も途中合流なので、まだ挨拶ほどしかしてないんですけど、地元の先輩で三國さんっていう方がいらっしゃって、 YouTube とかで見たらメンタルをすごい強いというふうにアピールしていたので、メンタルの強さっていうのを後輩なのでついていって教えてもらいたいなと思ってます。さあ続いて新田選手いかがでしょう。自分は、最初伊藤卓選手を見たときに、すごく、筋肉たくさんついてて怖かったんですけど、見た目によらず、優しく接していただいて、少しでも卓さんに、近づけるように、また、インディゴコンディショニングハウスの方で樽井さんにも優しくしてもらっているので、樽井さんにも球を取ってもらえるよう頑張ります。はい、ではリーラの選手お願いいたします。僕は伊藤卓さんがめちゃくちゃ英語がうまいことを知ってびっくりしました。以上ですね。はい、ではですね、ちょっとお時間になりましたので、最後に先輩伊藤選手からですね、今の意見の感想と、そして先輩から後輩に向けての総括を一言いただいて、ちょっとこの時間を締めさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。そうですね、元気が全然ないんですがね、僕みたいにもっと元気を出してみんなでやっていただけたらなと思いますね。これからもファンの皆さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は選手の皆さんもちょっと、ね、緊張気味ではございますが、このようなメンバーが新しく徳島インディゴソックスに加わりました。ぜひ今後またチームのスケジュールも発表になるかと思いますので、今シーズンもどうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは壇上の皆様ご起立お願いいたします。